海と日本。岩手県大津市町に暮らす女性たちが作った手作りの布マスクが人気を集めています。ふるさとの海の復興を願い、大漁旗が描かれています。大槌町の集会施設に合わせて15人ほどの女性が家事の合間に集まり、マスクを作っています。大槌おばちゃんクラブのメンバーたちです。マスクの生地には大漁という大きな文字とともに、タイやエビなどがプリントされています。岩手沿岸の中央部に位置する大槌町は漁業の町です。東日本大震災では壊滅的な被害を受けました。大槌おばちゃんクラブは2013年に結成。被災地での憩いの場としてメンバーたちが手芸に取り組んできました。大漁旗のマスクは2020年4月から作り始めています。縁起がいいことと、縁起から縁が皆さんとできて、ですから本当にこの大漁のマスクを作ったことによって皆さんと知り合って、また全国の方々とまた知り合うことができたし、ご縁ができたし。大漁旗のマスクは布の裁断から縫製、ゴムをつける作業を役割分担しながら進めていきます。発売当初から注目を集め、全国から注文が寄せられています。こういうの見ると海らしい、やっぱり海がいいねって何となく言葉が出るんですよ、そういう言葉。困難を乗り越え海と暮らす女性たち。大漁旗マスクにはふるさとの海の復興への思いが込められています。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。見てくださってありがとうございました。Twitter、Instagram、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。